はい、というわけでどうも皆さん、こんにちは、ナトルマンです。というわけで前回の続きです。続き、前回のね、あの番外編みたいなねことをねやっていきます。というわけで今回はね、あの皆さん、東京のあの旅行見ましたか？はい、見なくてもいいんですけど、まずハリーポッターって知ってますか？あのハリーポッターといえばあれですよね、メガネとか、その稲妻マークとか杖とか思い出すんですけど、やっぱり帽子ですよね。今回はこの帽子さんに来てもらいました。というわけで今回はこのクリアのソフビたちに一番合うものを選んで、そしてどの寮に入るか決めていこうと思います。素晴らしい。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、というわけでというわけでやっていきましょう。今回はね、じゃじゃーん絶対見たことある人思うんですよ。まあこれ色で決めさせていただくので、はいはいはい、というわけでやっていきましょう。まずは一番なんかこれは合いそうだなって思うものをチェイスしながらやっていきます。ででーん、でそれではいきます。でてってるてってるてっ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 てでり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 、でてってるこれでちょっと決勝戦に進めていく感じにねしていきたいと思います。待って、なんか手が合いますね。手が合います。はい。ちょっとこういうのを、これを避けていった方がいいと思います。じゃあまずはこのウルトラマンボーイくんにね。てってってりで、てってってりで、てって。おウルトラマンバージョンのハリーですね。ロン？ハリーでしょうか？すごい。ちょっと採用していきます。やっぱりトンガ、あ、ジードいいですね。ジードかっこいい。でてってりでてってりでて、あーちょっと合わなかったようです。やっぱりなんかスラッとしていた方がいいから、セブンにしていきましょう。でてってりで、合いませんでした。というわけで取りに行きます。はい、というわけでこれは合いませんでした。やっぱりちょっとこういうゴツゴツしたのが組み分け帽子さんは苦手なんじゃないかなと思います。ティガ選びます。ティガ、テッテッテリテッテッテリテッテッテッテ、あ、やっぱですよね、ですよね。じゃああと2体くらいかな。はい、やっていきます。じゃあちょっとまずはちょっとダメ元でこの子に試してみましょう。テッテッテリテッテッテッテ、ですよね。やっぱり私の推しトレギアさんに言ってもらいましょう。てってってりてってってりてってって、はい、いませんでしたね。ダメでした。はい、やっぱりスラッとしてるから絶対これですよね。絶対これ、あ、気が気ちょっとずるいのでやめましょう。オーブにしましょう。オーブがいいんじゃないかなと思います。はい、採用うん、絶対ウルトラマンもなと思うんですけどね、丸みがあって。ではやっていきましょう。惜しいの。ジードのアクオスラ、アクアスラッシャー噛む。やっていきます。でてってりでてってりでてってって、あ、採用できました。すごいです。それではでん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 、ぐしゃぐしゃー。ほう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 、ちょっとゴツゴツしてちょっとかぶりづらいと思います。 OKOK、 じゃちょっとこれ残念ながら落ちてしまいます。じゃあ一番合ったウルトラマンボーイさんに、じゃあこいつはちょっと丸いの、あ、そうですか。じゃあ
これはどうですかね。あ、もう来てよ。もう絶対これ勝ち組じゃん。というわけでやっていきます。かぶりづらいすいません、ちょっと文句言いすぎじゃないですか。はい、じゃあちょっとこちらの少しだけ柔らかめがあるティガンやっていきます。こいつは難しい。あ、こいつは難しいらしいです。ちょっとかぶりづらい。優勝しました。ちょっとね、ちょっとこれクレーム入れすぎなので、後でちょっと叱っておきます。こちら、ウルトラマンダークティガくん12歳、優勝おめでとうございます。じゃあ次はね、この子はね、どこに入るか。すっちゃ、組み分け武士さん、これはどうですか。よくないらしい。友達も出てきてないそうです。え、なんで。というわけでね、レイブンクローに、ね、入りました。どうして頭良くないのに。ナートラマン、もうちょっと休んだ方がいいよって思う人はグッドボタン、組み分け帽子さんも休んだ方がいいんじゃないと思った方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。4000人目指してます。それでは、バイバーイ。ナナトラマンは怪獣とかね、ウルトラマン関係、特撮関係が好きで、ゴジラとか、うん、あの自分でね、チャンネルの中でそのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をねされてるんですよね。ナナトラマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そうですか。そのように、まあ、設定になっております。はい、このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あの、あとはなんか、なんか目とか目とか、ね、なんか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。